こんにちはライフスタイルプロデューサーの誠です今日もこの動画をご覧いただき誠にありがとうございます今日はですねビジネスで結果が出せる5つのフレームという題材でお届けしていきたいと思います 皆さんはですね、普段、商談の際とか、そういった場合にですね、どのような進め方で商談を進められているでしょうか。この5つのフレームということなんですけれども、この5つのフレームに沿ってですね、商談を進めていただくと、結論から言いますけれども、商談がスムーズに、そして商談の確率がぐんと上がっていきます。 よくある通信販売とかですね。夜、夜中にいろいろやってますね。なんか、痩せるやつであったりとか、なんかこうね、体を鍛える器具であったりとか、様々なものありますけれども、この通信販売だったり、テレビショッピング、こういったものもですね、もう100%と言っていくぐらい、この5つのフレームを使って進めております。5つのフレームとは何かということなんですが、今日お伝えするのはこちらになります。この5つのフレームですね。 現状の問題、解決策、そして根拠、未来、そして行動と、この5つのフレームを使うことによってですね、そしてこの順序でお話を進めていく中で、さまざまな、もちろんですね、トークになっていくわけなんですけれども、この順番を使うことによって、そしてちゃんと当ては,当てはめていくことによって、商談が今よりもぐっとですね、画期的に、 勝率が上がるというふうに思いますので、ぜひ今日の動画をご覧ください。先ほどですね、テレビショッピングの話させていただきましたけれども、よくこういうテレビショッピングありますよね。夜中に眠れなくてですね、私もよくテレビをつけながらぼーっと見てる時あります。そうすると、なんかね、外人の方が出てきてね、最近ね、何を飲んでも、何を食べてもすぐに太ってしまうんだよ、なんてね。なんかそんなような声で、まあ、こんなようなテンションでね、 えー、痩せたいけど痩せられないとかね。えー、そうなのみたいなね、女性が出てきて、いいものがあるわよ、なんていうことでね、えー、解決策を示します。現状の問題、太って、ね、しまって痩せられないんだ、に対して、いいものがあるわよって、これを使うと、またはこれを飲むと、痩せられるわよね女性がね、なんか伝えたりして、えー、そうなのなんて。で、根拠はというと、えー、何パーセント体重をたとか、1ヶ月で何キロ痩せたよとかね。 まあそういった数字であったりとか、まあ、根拠を示しますよね。そして、その痩せた暁にはどうなるか。ね、ムキムキに割れた腹筋。ね、えー、バキバキに鍛えられた体。こんな体が手にできるのよっていうような、そんな流れで未来を見せていきます。そして最後の行動の部分についてですけれども、今からスタッフを増員して、皆さんからのお電話、お待ちしておりますですよね。購入を促すということです。これが行動なわけなんですけれども、 この5つのフレーム、よくよく考えていくとですね、あらゆるところ、ジャパネットさんであったりとか、あらゆるところにも必ずと言っていいぐらい使われてるんですね。うん。例えば、じゃこれを不動産のね、営業という形で置き換えますと、お客様が来店された時に、今日はどのエリアでどういった物件をお探しですかって聞かれる方、非常に多いと思うんですよね。まあおそらく90%以上の営業さんがこのような聞き方をね、 最初の第一声がいらっしゃいませと。今日はどちらでお探しですかと。どういった物件をお探しですかどういった物件をご希望ですかこれでいいんですかねと私はずっと疑問に思っておりました。えー、営業ですね、不動産営業新人時代ですから20代前半ぐらいですかね、の時にですね、まあいろいろ勉強させていただいたんですけれども、何をお探しなんですかって不動産に決まってんだろうっていうね、えーそれ、そんなことを上司にね、上司が言ってたのを覚えています。 何をお探しですかって、不動産屋さんに来てね、車探しに来てるわけじゃないし、えー、何をお探しですかっていう質問は愚問だと。はい。そこでですね、いろいろ学んだ結果、私は必ずと言っていくぐらい、こういう質問をします。今のお住まいに何か問題が終わりなんですかと聞きます。はい。何をお探しですかと。全然違いますね。お客様どうなるかと言いますと、8割ぐらいのお客様が、えっ,って顔されますね。不動産屋さんに家を探しに来ました。 出てきた営業マンが、第一声が、まあもちろんいらっしゃいませとかね、雑談とかありきなんですけれども、その後に不動産、なその商談の最初のとっかかりというのが、今のお住まいに何か問題が終わりなんですかと聞かれたもんですから、お客様も目が丸くなってね、え困ってることですかそうなんですと。すぐ出ますね。子供がね、大きくなってきて、だんだんもう家が手狭になってきたので、もうそろそろ家買わなきゃいけないかなと思ってますとか。 例えば、両親がね、お亡くなりになって、今の実家をね、売って、お売りになって、そして新しい家を、そんな大きな家がいらないので、小さな、もう少しコンパクトな家が欲しいんですとか、必ず何かしらの原因があるんですよね。それが現状の問題ではないでしょうか。なぜ不動産屋さんに来たのか、その原因っていうのを探っていくことが必要ですよね。それが今のお住まいに何か問題がおありなんですか という質問をしてくる営業が少ないもんですから、私はラッキーでしたね。そういう質問、そのたった一つの質問だけでお客様との信頼関係が築けることもたくさんありました。そういう質問されたの初めてですと。どこでお探しですかおいくらぐらいですかとかね。駅から何分ですかとかね。そういった当た,り当たり前のような質問もこれまでされてきたんだけども。今のお住まいで何か問題があるんですかとか、そういった質問は斬新でしたとかね。はい。 で、この質問が最初に来ることによって、問題が分かりますよね。現状の問題が分かります。そして、解決策をこちらは今度は提示をしていきます。こういった物件がいくらぐらいであります。駅からは少し離れますけれども、こういったスペックがあるので、えーね、例えば家は広くなります。駐車場もついています。ただ駅から少し離れますが、どうでしょうかとかね。まあ、様々な解決策をお客様とすり合わせていくわけです。 そして、なんでこの物件がいいのかという根拠を示さないといけないですね。なぜこの物件がいいかというと、まあ、いろんなことがあります、うん。駅から少し遠いけれども、その分土地がものすごく広いんですと。お庭も取れます。お子さんがお庭でね、遊んだりするスペースも十分に取れます。えー、駐車場がね、必要だとおっしゃっておりましたけれども、この物件であればお車も止めることができますので、駐車場代が別途かかることもありません。とかね。うん、例えばこの根拠を,を示していきます。 で、しかも、この物件をなぜお勧めするかというと、周りの相場を見てみてください。だいたい4000万から5000万円が相場のエリアなんですけれども、こちらの物件は4000万、少し切った3980万円でお求めいただけるんです。なぜなら、〇〇っていうね。まあ、こういう根拠を示していきます。なるほどなと。自分たちの問題は今、これだ。解決策を示してくれたのが、これだ。その根拠が、これか。なるほどなと。 そして次にやることが未来を見せるです。私はよくスタッフにも未来を想像させなければダメだと。お客様に未来を想像していただかないと物件購入にはなかなか至らないんだと,ということを言ってましたね。これは不動産に限らず何でもそうです。とにかく未来を見せる。良くなったですよ。その製品、サービスを購入して良くなった未来をお客様に想像していただくことが大事です。例えばその物件を買われたお客様。 ね、お庭でお子さんが遊んでる姿を想像してみてくださいとかね。えー、例えば、うん、車をね、家の前で洗ってる。当然、水洗も外についております、えーね。いちいち洗車場に行かなくても、自宅の前で広々と車を洗うこともできますよとかね、えー。その家に住んでるお客様が実際に生活してるイメージをたくさんしていただくこと。いいなと。そこでもう一回、問題から入りますね。こういった問題が終わりでしたね。そうですね。 はい。解決策として、解決策とは言わないんですけどもえ、こういった物件をご紹介させていただきました。気に入っていただけましたね。非常にいいと思います。はい。根拠は、この場所で、このね、えー、物件、スペックか、この金額で買える。なぜなら、こういう根拠がありましたね。そうですね。この物件に住まれたら、庭で、ね、お庭でお子さんが遊んでる姿とか、前で洗車をしてる姿、広々としたリビングで、 ご家族でね食事をしたりテレビを見たりしてる姿を想像できましたかできましたいかがでしょうか非常に気に入りましたうんではこちらの物件でご契約いただくということでよろしいでしょうかよろしくお願いしますでこうなるわけですねさらっと言ってますけどももちろんこの中にはね、えー、たくさんの商談、えー、お話、えー、いろんなねディスカッションがあるわけですけれどもこの5つのフレームを使うか使わないかで結果は全然変わってきます ガラッと変わりますもう一度言いますけれども、またね、何か機会の時に夜のショッピング、テレビショッピングとか見てみてください。必ずこのフレームに沿って話が進んでいます。いきなりね、テレビショッピング始まってすぐに、今すぐこちらにお電話ください。ないですよね。なんのこっちゃって話になっちゃうので、何の商品なのかの前に何が問題なのか。例えば、肩こりが治らないんだよねーと。 最近肩が凝って頭が痛くて、すごく嫌な重,重みを常に感じているの、みたいなね、話から始まって、そうなんだと。じゃあこの機械を使うと非常にいいよ。肩に当てることによって、すごく楽になる。なぜならば、血行が良くなるためにこんな機能が入っていて、てこんなマグネットを使っていて、どうのこうので。はい。そしてこれを使ったことによって君の肩は楽になり、君は毎日毎日笑顔で過ごせるようになるよ。お電話は今すぐこちらへ。 ですよね。この5つのフレームなんですよ。どう考えてもこうなんです。これ様々なね、方が、いろんな方がね、この5つのフレームについて、様々な解釈でご説明されていることが多いんですけれども、私もこれ自然となんですよね。これわざわざこれを学んで、5つのフレームに当てはめていこうってやってたわけじゃないんですよ。むしろ最近になってね、またいろいろと勉強をし始めて、あれってこれ自分が自然とやってたことだな、ということを思い出しました。 このフレームを絶対に使いましょうと強く推薦したいと思います。今業績が上がってない方とかね、不動産営業のみならず何でも使えます。洋服屋さんであっても、ケーキ屋さんケーキ屋さんケーキ屋さんも使えますよね。何かの商品、サービスがある方であれば、まあ、当然商売をされている方であれば、この5つのフレームを使うと非常にいいと思います。 そしてですね、この3日間ぐらいですかね、私のブログ遡っていただくとわかるかと思うんですけれども、この5つのフレームをわざとわかりやすくですね、ちゃんと書いてあります。現状の問題とかね、解決策、根拠、未来、そして行動。行動は昨日は書きました。その前2日ぐらいはですね、行動のところはあえて書かなかったんですけれども、昨日わかりやすくも行動のところまで書きました。 どうなっているかというと、この通り、問題、現状の問題、こんな問題は皆さんありませんか解決策として、こういうふうにすると、予成席伸びると思いますよ。根拠は、こうです。ああです。はい。こうなっている皆さんを想像してみてください。はい。で、効能の部分何かと言いますと、ただいま、LINE アットでお友達登録いただきますと、魔法の質問テンプレートを無料で申請中。今すぐお友達登録をお願いします。っていうことなんですよ。これもこの5つのフレームなんですね。 わざとこの5つのフレームを分かりやすいように、本来はね、書かないんですけれども、この解,解決策とか根拠とか、ああいったです、ね、ジャンルをですね、ちゃんとブログの、えー、ところに書いてあります。ぜひこちらのブログを見てみてください。そうすると、この流れに沿って、あ、このブログもこの流れに沿って書いてるんだな、ということがお分かりいただけると思います。それによって文章がギクシャクしてるかというと、逆ですね。 むしろその解決策であったりね、問題定義、解決策、根拠、未来、行動と、ここに沿ってブログを書いていく方が、より伝えやすい、相手にも伝え、伝わりやすい文章の書き方というのもできると思います。ブログを書かれている方であったり、何かご商売されている方はですね、ぜひこの5つのフレームを使っていただければなというふうに思います。これを使うか使わないかで、ものすごく結果に差が出ます。 それぞれの細かいね、トークであったりとか、こういうおすすめの仕方とか、お客様の心理についてとか、様々なブログ配信させていただいておりますし、動画も今後ですね、追いつけながら、どんどんブログの内容と連動させたりとか、いうことで、どんどんお届けしていこうと思ってるんですけれども、本当の基本の基本にこの5つのフレームっていうのをですね、ぜひ、もう脳内にも、心の中にも刻んでいただいて、常に商談の時にですね、 商談であったり何かお客様と接客する際にこの5つのフレームワークをですね頭に入れておいていただければ必ずいい結果が出てくると思いますのでぜひ実行してみてください今日のお題はですねビジネスに結果が出る5つのフレームについてという動画を上げさせていただきました最後までご清聴いただきありがとうございますただいま誠秋山ですね LINE 公式 LINE アットお友達登録していただきますと こちらのですね、魔法の質問テンプレート、セブンクエスチョンズというものを無料で提供させていただいております。こちら期間限定となっておりますので、お早めにお手元にお取りいただければと思います。当然、無料ですので、すぐにですね、ポチリと LINE お友達登録していただいて、その後にですね、こちらの魔法の質問とだけメッセージを私に送っていただければ、すぐに皆様の手元に届きます。必要にですね、もう毎日何十通も、 え、LINE が来たりとか、もうピコ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 うるさいよと、いうことは一切ございませんので、ご安心ください。え、私もですね、いろんな仕事をしながらですので、そうそうですね、え、LINE で毎日何十通も情報をお届けしてなんてことはなかなかできないので、え、逆にですね、ご安心していただければと思います。はい、ぜひですね、こちらの LINE アット、それから YouTube のチャンネル登録も合わせてしていただければ幸いです。 今日は、このビジネスで結果が出る5つのフレームをお届けしました。最後までご清聴いただきありがとうございました。ライフスタイルプロデューサー、誠です。ありがとうございました。